それで、まあ、こういうその、食品自由化で今最もホットな地域がアジア太平洋地域なんですね。それはどうしてかと言いますと、もともとこの地域にそういう要望があったんですね。ナフタによってアメリカ市場からは締め出されていると、で EU によってヨーロッパの市場からも締め出されている。そしてこの地域というのは一番の有望市場というので熱い視線で見られているんですね。それで、最初に安直に始め出したのが、議論を始めたのが日中韓の三国での東アジア共同体構想なんですが、これが各論に入るや否や韓国でですね、ある危惧が出てきた。それは今のあの中国の高度成長のあの勢いを勢いに飲み込まれてしまうんじゃないかと、この三国でやると。だそれを薄めないと落ち着けないというのでですね、 ASEAN を入れてきた。でそれが ASEAN プラス3の東アジア共同体構想。それでも韓国はですね、まだ不安だというので、もっと薄めないと気が済まないというので、新興国の一角、ブリックスの一角であるインドもさらに入れてきて、オーストラリア、ニュージーランド、インドを引き込んで議論されているのが ASEAN6 で、それが今の RCEP といわれる東アジア地域経済連携協定なんですね。ところがこういう一連の動きに対して最も批判的なのがアメリカなんですね。なぜか、アメリカはこの東アジア地域という最も有望な成長市場から締め出されるのが、困るわけですね。ですからその自分もメンバーである APEC をベースにした自由貿易協定ならいいということを提唱しているんですが、それに対してはですね、オーストラリアが不機嫌なんですね。なぜかと、APEC というのはアジア太平洋経済協力機構で、それは1989年にですね、何代か前の首相のボブ・ホークというのが提唱して実現した国際機構なんですが、それの主導権をアメリカに取られたくないということですね。でそれで前へ進まないので、アメリカは次の手どうしたかというと、この重要なメンバーである韓国を引き抜いてですね、米韓 FTA を強硬に結んだわけですね。まあ、それで韓国内では農民暴動が起こったりしたんですが、まあ、これを結ばれたおかげでこの一時期ですね、この案はトーンダウンしてたんですね。ところが最近その ASEAN プラス6に至って RCEP という形で今再度盛り上がってるんですが、でそれでもそのアメリカは強硬にですね、次の手何をしたかというと、今話題になっている TPP ですね。 TPP というのは本来ブルネイとシンガポールとニュージーランドとチリですね、これ極めてマイナーな小さな国が、気まぐれとは言いませんけれども、ほんの気休めで結んでた小さな、国際経済に何の影響もない小さな自由貿易協定でなかったんですが、アメリカはそこへ飛びついて、それをベースにですね、このアジア太平洋地域に自分の入った共同体を作ろうとしているわけですね。それが今の TPP の現状なんですが、先ほどその APEC の話をしましたけれども、これはですね、実は日本がオーストラリアの10年前に提案してるんですね。大平首相の時に環太平洋連帯構想、PEC と言われてましたけど、それを提案したんで、その時は中国、韓国、ASEAN、太平洋の島しょ国から猛反対、集中砲火を浴びたんですね。もはやこういうことを期待してなかったほどの猛反対を受けた。それは何かというと、この提案というのは第二次世界大戦の日本の大東亜共栄圏の復活だということで、集中砲火を浴びて完全に潰れたんです。でそれより10年後にオーストラリアがすっと同じことを提案したら、すんなりと受け入れられたと、実現したという状況があるわけです。でそれでですね、それじゃあこのアジア太平洋地域で今起こっていることは、 EU に対抗したようなものをここに作ろうということなんですが、それじゃあ EU というのはどういう状況にあったかということを見ますとですね、 EU というのは2度の経済大戦を戦ったドイツとフランスが歴史的対立を乗り越えて経済統合に向けて強力なリーダーシップを発揮してきたわけですね。そして最も困難な産業である農業を重視して共通農業政策から始めたと。で今も EU の予算の7割が共通農業政策に使われているわけですね。そしてさらにその先で通貨統合というその金融面の統合まで目指しているという、もうほとんど真剣にですね、取り組んできたという経緯があるわけですね。それに比べて果たして東アジア共同体構想において
ドイツ、フランス、独仏と同様な戦争の歴史的対立関係にあった日中韓のどの組み合わせが、あるいはそこに ASEAN を含めてもそのどの組み合わせがリーダーシップを発揮できるかと、これがこの地域の市場共同体の成否の鍵を握っているということなんですね。で、まあ、これが今アジア太平洋地域で起こっているその共同農業、共通市場の動きなんですけれども、これが ASEAN プラス6の RCEP の案ですね。でこちらは TPP で、 TPP の方はですね、アメリカ主導で日本、オーストラリア、そして最近は韓国も関心を示し出したけれども、中国は含まれてないわけですね、こちらには。ところが RCEP には、ASEAN 主導で日本、オーストラリア、中国、韓国全部含まれてるんですが、アメリカは含まれてないということで、もともとはですね、中国対アメリカのしのぎ合いだったんですが、今はこちらを牽引しているのは ASEAN なんですね、中国以上に。それは なぜかと言いますと、ASEAN は10カ国のメンバーですけれども、そのうち比較的工業部門が進んでいるシンガポール、ベトナム、ブルネイ、マレーシアというのは TPP のメンバーでもあるわけですね。で残りのメンバーは TPP に入りたくても入れない、入ってしまえばこの工業部門が脆弱ですから、入ったらすぐ潰れてしまうということで、入りたくても入れないわけですね。そういう状況下で TPP の議論がぐっと進むと ASEAN が分裂してしまうと、それは困るというので、こちらの方、 ASEAN 全体として、協調できるこちらの方を何とか進めたいというので、これもともと中国が推進してたんですが、それ以上に今は ASEAN が乗り気なんですね。